40代で JK と恋愛したいなんて考えていること自体は自由なんですよ。でもそれを言論の自由とかを持って実際に発言すると言論の自由と思想の自由の間には1億キロメートルの距離があることを実感すると思いますよ。そんなことをわからずに40代にもらってそんな発言したんですか